誰が作ったんだろうこんなゲーム。これ、ね、これ大丈夫ですか、放送できますか、答えかけなくて大丈夫ですか。いや、かけていただきたい。え、もうこれね、7000円相当です、これで。で、これがなんと一番高かった、3500円。え、何それ。これはこれ大丈夫ですか、放送できますか、答えかけなくて大丈夫ですか。いや、かけていただきたい。かけていただきたい。これはですね、で、これ説明めっちゃ難しいんだよね。じゃあ、僕からね、説明させていただきます。まず説明しよう。説明しよう。まず、ルールは、まあ、手札1人、まあ、7枚から10枚持って、そう。で、1回戦で分けてゲームをします。で、お題としては、例えば、バカンス、例えば、あなただけのとか、なんかこういう、なんかいろいろ書いてあるものがあるんですけど、1枚だけ自分でマジックで書けるものがある。で、それは1人4文字まで書いていい。漢字も含めて4文字書いて OK。で、例えば、あなただけの8時間耐久なんとか、みたいな感じで、そのお題を、見つけて、じゃあまあ、やります、とりあえず。もう見ててください。わかるんで。これもう店で置いとくから、みんなで自由に使っていい。これめっちゃ楽しい。え、これ何この。あ、これは、勝った人が、このやつもらえる。あー、なるほど。フランこれはわかるんすか。いけるじゃん。え、これマジ簡単。簡単。やれば。じゃあやりましょう。やったらわかる。で、これ、一番ビリな人は、もう本当に、ハリセンと最後の、あれ、残るの。はい。よし。じゃあまずサイコロ振ります。あ、俺配るよ。配って、もうこいつプロだから、これ。あ、もう、そう。もうやり尽くしてる。あんま嬉しくないな、そのエロだから、ね。じゃあじゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。最初グー、じゃんけんぽん。はい、こうでしょ。オッケー、じゃあ俺が振るね。あ、待って。あ、手札。渡す。何枚だ、手札1人。詳しい。これ、マジ、誰が作ったんだよね、こんなゲーム。これ、クソおもろい。天才だよね。え、見ていいっすか。うわ、かぶったら変えちゃダメとかないっすか。最悪なんだけど。普段わかるこれ。いけんじゃないっすか。3枚だよね、合計で。ボード含めて3枚。ボード含めて3枚。で、ボードの順番は前、真ん中、後ろ。で、ボードは漢字を回せて4文字以内。禁止。そう。よくないね、今。え、P で、これ。はい、いきます。じゃあ僕が振ります。人気だから、人気って何ですか。まあ人気売れ線となるような王道寄りなタイトルが求められます。あれタイトルですね。 AV の、そう、 AV のタイトル。 AV の OK、 タイトルね。え、俺マジで、俺これを使わなくてもいいんですよね。え、これ使う、絶対使う。手書きは使わないといけない。それが最初、真ん中、最後でもいいの。ね、俺もうやだ、これやりたくなかったんだよ。マジで俺のチャンネルでこいつが選んでさ、俺これやりたくなかった。まあ面白いけど。だから例えば漢字とか意味とかわかんない人は Google とか調べても OK だから。で、全員人気ってところで行くんですね。そうだよ。売れ線となるような王道入りのタイトルだからね。ひねりすぎたらちょっとだからマニアックすぎちゃダメってことですよね。そうだよ。これ大丈夫なんですか。結構じゃあオブラートに行きます。うん。やべ、漢字がわかんねえ。で、蝶の蝶ってなんだっけ。痙攣絶頂。蝶。どっちの蝶ですか。走るの。あ、分かった。いきます、1枚目。限界まで。限界まで。超絶美女が。超絶美女が。抜いてる。やばい。そうっすね。なるほどね。はいはいはい。これ王道だから、あくまでも、なんかそのね、ひねりすぎも良くないから、ちゃんとした感じで。王道。素晴らしい。そうそう、評論家みたいな言ってましたけど。じゃあ僕いいですか、はい、初めて見せた。放射ブラ。ああ、いい。確かに初めて見せた校舎裏個人です。悪くないんじゃない。悪くない。で、次僕っすかね。いきます。憧れの先輩に筆下ろし。おお、めっちゃいいですよね。王道というか、めっちゃいいね。じゃあいいですか。うん。混浴温泉で。混浴温泉で。うわ、いい